おはようございます。2018年5月16日、最後の朝ごはん、古民家風の家です。まあ、今日もご覧の通り、定番です。油揚げ焼き、そぼろ納豆、大根の葉っぱの漬物と、ご飯と、味噌汁はインスタント、わかめに、だしと、お味噌をスプーン、一杯入れてお湯で溶くっていう超インスタントです。まあこんなもんですね。ということで今日も一日頑張りましょう。古民家風の家、マダムゴンでした。いただきます。